おいおやぶん、リーゆえで楽しく騒ぐのもおしまいだ。一緒に帰るぞ。しのぶ、ちょいと待て。聞いてくれ。聞かない。もうお金はない。今回、あまりにもリーゆえに長居してしまった。帰りの船の切符を考えると、荒滝派の残り資金は二桁のもらしかない。大会なんてできるわけがないだろう。遠志先輩が手続きを進めてくれてはいるが、まさか先輩に出させるつもりじゃないだろうな。収拾がつかなくなる前に、さっさとやめろ。こいつ、今回は状況がちげえんだよ。いつもならお前の意見を聞いてやってもいいが、荒滝派の虫相撲最強王者二人があの野郎に負けたんだぞ。ほら見ろ、演舞台まで準備できたんだ。今逃げちまったら全虫相撲界の笑いのネタにされちまうじゃねえか。あんたらが虫相撲で負けたのは1回や2回じゃないだろう。私が適当にやっても親分に勝ったことがあるんだから、ベビービシャップ岩に負けたのなんて気にする必要はない。しのぶ、てめえ、それはもう昔の話だ。今の俺様はな、とっくに全ての虫相撲選手を凌駕してんだよ。あいつを倒すってのはホラじゃねえ。信じねえっつーなら戦え、証明してやる。いいだろう。やはり私が親分をどうにかしないと。花門玉将、私と親分に虫を一匹ずつよこせ。その後親分のやり方で任して、うんともすんとも言えなくさせてやる。私が勝ったらあんたらはおとなしく私と帰るんだ。これ以上遠志先輩に迷惑をかけるわけにはいかない。忍の姉子、来よう。俺、本当にやんのか、この気迫。まさか忍がこんなにマジになるとはな。じゃあ、空をかける白鉄ちびすけ、お前が忍の前に勝て。私とパイモンが虫相撲。へへん、これにはちっとも驚かないぞ。牛使い野郎の次のセリフは、器用に挑むにはまずは空をかける白鉄ちびすけを倒せだな。そうさ、空をかける白鉄ちびすけは俺ら荒滝や虫相撲の主力だが、俺様に比べるとまだまだだ。忍にはこのちびすけを倒し、実力を証明してもらう。でもオイラはやめとくぞ。なーに、人に迷惑ばっかかけるのはよくないって、オイラでもわかるぞ。それにモラがないならなるべく節約しないとな。オイラたちがお前を助けたら遠志に迷惑かけちゃうし、忍に借りを作ることになるだろう。それはまあ一理あるけどよ。
だが俺様だって計画を考えてんだ。資金がマジで足りなくなったら夜勤で働いて昼間は虫相撲をする。給料でこの大会の資金を賄うんだ。そうだ、前にも玉将がいくつか悪くねえ仕事を見つけてくれたからな。力仕事で頑張れば報酬は交渉しやすい。俺様にうってつけだ。よく言った。お前が覚悟を決めたんならオイラたちももう何も言わないぞ。まったく仕方ないな。計画は計画でしかない。他人に迷惑をかけないのが一番だ。まずあんたらは私を倒さなければならない。親分はパイモンを使って私のオニカブトムシの体力を削りたいんだろう。たとえその話に乗ったとしてもそう簡単にはいかないよ。まさか負けた？危なかったぜ。あとちょっとで忍にやられるとこだった。ソロをかける白鉄ちびすけが一発で忍に勝てるとは。まさかおめえマジで虫相撲の天才か。これで忍の姉子も新たきギラギラ虫相撲大修行の開催を認めてくれるな。しばらくやっていないとこうも鈍るか。仕方ない、この件はひとまず認めよう。でもなるべく費用を抑えるのと演出先輩に任せきりにするなよ。親分、自分の言ったことは守ってくれ。夜勤をして大会の資金を稼ぎ昼間に大会をやるんだ。それにとっくに帰りの船を予約してあるからできても数日しか後ろにずらせない。時間の余裕からして 4,5 人と対決できればいい方だ。あまり欲張らないでくれ。ああ、絶対必ず有言実行だ。安心しろ、忍。じゃあ私は港に行ってくるから、あんたら費用は必ず抑えろよ。